昭和15年5月19日日曜日、朝は晴れたが午後から曇り。今日は代用ウォスターソースと代用味の素を作る。味の素といえばうちの家系ではバーバの白い粉と呼んで大いに重宝しているし、ウォスターソースは私の大好物である。そんなものまで手作りできるのかとにわかには信じがたいが、家内の婦人雑誌を見ると統制下の調味料の作り方がいろいろと載っている。思ったよりも簡単そうであるからこしらえてみることにした。まずウォスターソース、玉ねぎのみじん切りはごく少量、大さじ1杯分あれば良いようである。香味野菜を使うとなんとなく本格的な印象でこちらもその気になるが、ここから一気に日本風になる。醤油を1合、お酢を半合から1合、七味唐辛子を少々、先ほどみじん切りにした玉ねぎ大さじ1杯分、塩と砂糖を少々。西欧風であれば胡椒を入れたくなるところだが、七味唐辛子を入れるというのが面白い。そして倍の量になるまで水で薄めて火にかける。これは砂糖や塩が溶けて全体を混ぜ合わせるためだから、長時間煮立てる必要はないとのこと。ウォスターソースはこれで完成である。次に味の素を作る。煮干しとしらす干し、献立表には細かい分量が書かれていないが、なんとなく1対1になるようにした。これをカラカラになるまで煎る。しらす干しの代わりにコウナゴを使っても良いそうだが、しらす干しの方が一層上等のものができるらしい。そうとなればしらす干し一択なり。そろそろ頃合いであろうか。手に取ってみるとこれが滅法界熱かった。カラカラになっているか触って確かめるのはやめておくべし。熱いうちにこれをよくすりつぶす。今日家内と百貨店を覗いたら報告債券に多くの人が並んでいた。あんなもの買う気にならない、バカにしている。大蔵省は国民の持ち金が余っているというのである。金が余っているから物を買いすぎる、買いすぎるから物の値段がむやみに上がっているのだそうだ。その金で国債を買えば浪費にもならないし、物価の高騰も防げるというのである。なんと幼稚な論点のすり替えか。戦費が足りないのであれば正直にそう言えばいいのだ。それをまるで富くじのように割増金までつけて国民を下に見ていて腹が立つ。怒りに任せたおかげできれいにすりつぶすことができた。最後に粉昆布を適宜入れて混ぜ込む。これで出来上がりである。さてこれをどう味わうか。代用ウォスターソースと味の素の完成である。まずは目玉焼きが冷めないうちにウォスターソースから。玉ねぎがいい仕事をしていて、やや西洋の香りを演出しているが、やはり和風である。つまりこれはウォスターソースではない、和ウォスターソースなり。和風ゆえにウォスターソースのような熟成した深みはないが、さっぱりとしてうまい。案外おひたしなどにも合いそうである。次に代用味の素である。我が家のきゅうりの漬物にかける。味の素は祖母が大好きで、豆腐やおひたし何にでもかけていた。それゆえうちの家系では味の素をバーバの白い粉と呼んでいた。ぼんやりとした味のふりかけといったところか。うまいが味も食感も味の素とは別物なり。漬物に味の素といえば、まるで粉雪がかかったようにシャリシャリとした食感を楽しむものだが、それが皆無である。
味も味の素独特のこうグッとくる感じがない。私には物足りなかったが、家内は驚いたように目を丸くしていた。存外うまかったようである。家内は牛乳が嫌いだから、このカルシウム豊富な代用味の素はちょうど良い。それにしても代用品作りは楽しいが、費用も手間もより一層かかるからおかしなことである。ごちそうさま。